Okay, welcome back to God's Garden with Naru. おや、ちょっと待って、来てない？あ、今来た？さあ、Welcome back to God's Garden with Kenzo and Naru and Keisuke-san。 はいはいはい、すいませんね、ごめんなさいね、すいません、Sorry。 配信のソフトが強制終了してしまいました。先ほどのちょっと待ってね、そう、両方フォローしてください。このツイッターをツイッターを両方フォローして、それからシャープゴッツガーデンをつけて、番組で発表するキーワード、文章をね、ゲーム画面をちょっと少し小さくしまして、流れてるんですか？はい、流れてます。こんな感じですね。ゴツカヨーロッパ、ちょっと待ってね、お願いします。おー、むずい。あ、これむず。レーザー JP とゴツガーデン JP のツイッターをフォローしていただいて、ツイートにシャープゴツガーデンというのを入れて、あとレーザー JP のプレゼント希望っていう文言も入れまして、このカオ TV 内で発表するキーワードを添えて投稿してくださいと。ごめんなさいね。で、抽選で、5名様にレーザー特製のウォーターボトルプレゼントいたします。
ツイッターで、ツイッターじゃねえや、 X スプリットで文字を表示するのは若干難しいんですけど、はい、今週から、レーザーウィークということで、レーザージャパンのレーザージャパンとゴツガデン JP の、ツイッターをフォローしてくれた人の中から抽選で5名様にレーザー特製のウォーターボトルをプレゼントということです。ツイートすれば大丈夫です。両方フォローして、シャープゴツガデン、レーザー JP プレゼント希望、この両方の文字を入れて、このカオ TV 内でキーワードを言いますので、それを、ツイートしてください。キーワード言えよハゲ。ということで、キーワードは、キーワード何にしようかな、キーワード何にしようかな、キーワード何がいいですか。このハゲって書いてるやつを NG にすればいいのこれ。ぽいぽい。ケンゾーフォーエバお前らちょっともうちょっともうちょっとなんかこうねえ、優しさを持とうぜ、優しさを、ちょ 俺に優しさを、俺に愛を。ツイートリスト見たらキーワード覚える意味があるのか、まあそういう、それはいいんですよ、うん。じゃあ今週は、まあ、じゃあ今週はじゃあナルオがゲストということで、ナルオがゲストということで、はい、レッツゴー。でキーワードはナルオ頑張れということで、ナルオ頑張れでよし、みんながナルオ頑張れツイートですよ。これ温かいでしょ、若い人を育てていくというね、このゴツの温かさ。いいよ、うるさいお前らちょっといいでしょ別に、ナルオ頑張れいいでしょ、いいよ本当にそれでいいよ、もう今週の、今週のキーワードはナルオ頑張れでいきましょう。それを、レーザー JP、 ゴツガーデン JP 両方、フォローして、シャープゴツガーデン、そしてレーザー JP のプレゼント希望でナルオ頑張れでいきましょう。 OK、 ナルオツイートが増えますよこれ。ナルオ一気に名前広まるぞこれ。ナルオ PP5000 ですね。 PP5000 を目指す、まあ、ナルオ頑張れでいいですけど、 PP5000 目指せ頑張れ、はい、トレンドにナルオ出るかもよ、素晴らしい。このレイザー JP とゴツガーデンアンダーバー JP、 これをフォローして、その後に書いてある説明の通り、ツイートしてください。シャープゴツガーデンでつけると、まあ、ゴツガーデンのハッシュタグですね。
まあ、ツイッター使ってない人は、まあ、ウォーターボトル欲しい人はツイッター始めてくださいという。通常販売、通常販売、これは販売してるもんじゃないですね。稲葉さんの書き込みは見えないんだけど、こっちから。ああ、なんか書いてあんのこれ。高さや。意識してると他がダメになっちゃうんで。ああ、もうなるべくひたすら相手見て。はい。ひたすら相手見て。マジイケメンなんだけど。何これ、ゴッツガーデン実は水は入りません。何これ。水筒に水入んないのこれ。嘘やん。いやー運ゲーですね。やっぱり正直なんとも言えないですね。てかもう 4383pp 来てますね。水筒ですよ、水筒。水入るでしょう、それは。この画面のままでお願い。 OK。 これ、応募締め切り、応募締め切りあります。応募締め切りは明日の12月10日の夜12時まで、夜12時までです。で、さっきの要領でツイートしてください。キャラ、他のキャラ希望あれば、殺意竜とかいけんの？あー、全然コンボ繋がないかもしれないですけど、ちょっと一応やってみようか、はい、殺意お願いしますと。これ新しいバージョンではキャミーはいけそうなんですかって。あー、強いと思うね。おう、やっぱりどの辺が強くなったの？ダイアローが、ダイアロー結構当たるようになったんで、おセビキャンで結構中足仕込みアローとかの時に、はい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 、あ、それしっかり繋がるようになったと、はい、殺意竜体力ねえからな。There's no stopping this fighter! Oh.
ベガ立ちしてるのは健三ですね。いいよ。いいよ。おい。いいよ。えい。中足大野郎セビキャン前して、ああ。キャミそれができるようになったんだ。結構ツイート倍率高い。もうすでにツイートしてる人がいるのかな。まあ、慣れてないとコンボきつそうですね。そうですね。ちょっと。はい。健三太った？太った？体重な太ったってなんでファット？ああいうファット。ちょっと太った。ああいうファットメン。そうデブって言われてる。嘘って言ってるよ。ちょっと日本人と比べるとちょっとなピザだけど、うん、やる。殺意の意味なかったですけどね全くいやもうその殺意流で勝ってるのがいいんだよ多分。ああそう、うん、やっぱきついよねこれ。さすが弱いですね正直、うん、厳しい、はい、劣化流って感じですね。で、あの新しいバージョンだとどうなんですか。あんまり変わってない。あ、そんな変わってないですね。一回も鬼やってたと鬼ぐっちゃぐちゃですけどいいですか。ぐっちゃぐちゃでもさっきやってたじゃん、はい、あのゲーセンで すごいつまんないと思うんですけど、うん、本当に見苦しいと思うんですけどいいですか。大丈夫です大丈夫です、うん、ただのハンデ背負った竜だった鬼はなんかちょっと強くなったのかな。なんか結構使ってる人がいたけど。やっぱこの対空精度の高さが若さだよな。しかも意識してないらしいんですよ。勝手に出るみたいな。ちゃんと見てからだよね。見てからガードして地上でガチャるっていう。ガッキーさんは見てからガチャるっていう、ね、ジャンプ攻撃ガードさせた後必ず勝利出てくるもんね。ケースさんってやった時あの左ゼバですからね。そうだね、うん、だ連続ガードになってないと絶対食らうから怖いな。おお出る。グッバイ。いやーね、そんな健三も今週で最後ですよね。寂しいもんで。まあいろいろ各地でね、ご迷惑をおかけしてたようですけどね、健三が。先日の西セガの大会でもね、なんかカゲッチに怒られたらしいですね。で、あのツイッターの方で、稲葉さんの方にクレームがクレームが言ってたんですね。
まあ、ちょっとね、まあ、空気が読めないとかちょっとあるので、さよならさよならへーさよならへー何を言ってるのかよく分かんないですけどね、まあ、なんかね結構あれよ、健三はなんか忙しくしてる人にも平気で絡んでいくからねイベント中とかにね、それでちょっとね、ご迷惑おかけしました、すみませんでした。本当これどうすか、やったことないですね、これ結構きつそうなんですけど、どうなんですかね、俺ヘイでどうにでもなると思ってますよ本当にヘイでパーンいけば、まあ、確かに、大体それで海外勢はなんとかなる、そうですね、思ってるに決まってんじゃないですか、ああそうそうそう、あとね健三ね自分の誕生日会があったらしいんだよ、自分の誕生日会、誕生日会があって、はい、カズノコ、カズノコを誘ってたんだ、はい、カズノコ来ないよみたいな、ツイッターでね、はい、うん、でずっと喋りかけてる相手がカズノコのボットだったんだよカズノコのボットツイッターにずっと喋りかけてて、ボットって書いてあるやんってずっとカズノコボットにねサンドバッグ、誕生日会、そう誕生日会来なよみたいなね、そういうドジっ子な一面もあったりしてね、ちょ可愛いとこもあるんですよ健三、ちょっとね若いからまあやんちゃっていうことで、まあ、忙しい人に喋りかけちゃったりするのもまあちょっとやんちゃなところがありますから、ちょっと多めに見てあげてね、ヨーロッパゴツガーデン任せてるんで、あ放送見れないけど何なのこれ、多分右下の画質設定をちょっと下げれば見れるかもしれないです、声も聞こえないかな、強すぎや、グッバイホンダなんなんだこいつやっぱ健三はこうじゃなくちゃこれ、酒飲んでないんだよねこれでね、完全シラフ、他には何かいるんですか、使えるキャミーとリュウとカズノコボ、覚えてる、わからない、ボットって書いてあるアベル、全然わからなかったって言ってるよ、アベル言ってみる、アベルいいですか、アベル、あアベル、じゃあちょっと俺も参考にしよう、あんま繋がるかな、この間健三酒飲んでたけどあんま変わんなかったね、なんかね、テンション高くなってたけど、鬱陶しいのからだったね、これ俺アベルやってるとさ、はい、基本的にガン攻めの方針なんだけどさ、はい、方針として間違ってんのかな、置き攻めの時はしっかり卓をかけていった方がいいと思うんだけど、なんか そ, うです、ね、それでなんかダメな場合が多いんだよね、ぶっといの行ってぶっといの行って引かされるみたいな、だって駒投げ狙いに行って垂直ジャンプされたらさ、こっちはもう半分じゃん、はい、どうなんだろうなと思って、いいじゃないですか、お笑い枠ってことで違う、うまい人のねプレーを参考にしたいでしょ、それはは い, い, いはい、こ
これさすがに死ぬかな。前蹴りめちゃくちゃ強いですよね。前蹴り強いね。せいや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 、ね、やばい。こんな建造のね才能に気づいてやれなかった、ね、最後の方だったね気づいたのはね。そうですね、うん、あと俺がもう上で絡んでいけばそうだな。あと3ヶ月ぐらいいてくれればね困るけどなこっちもね。それはちょっと、ね、それはちょっときついね、うん、あと3ヶ月いるってなるとちょっときついね。でもなんか夏次夏サマうんらしいんで。これ、グッバイボクサーな、何でもさよならだよな。まあ、な何あのクソ大臣負けた方たまったもんじゃないな。あんなおられ方してな。剣変わるか、うん、あれやっぱりナルオのアベルはあんまりぶっといたくを通していく感じじゃないの。立ち回りでいく感じ。ぶっといたく、スカシージャンプトルネード。あれ強いよね。あれ、うん、あれ超強いよね。こんばんは。あれだけやってれば勝てる。バックステッドじゃないの。いや、まあ、うん、癖になっちゃってる。まあちょっとね、この建造にゴッツガーデンヨーロッパの、旗を任してるんだね、うん、まあ多めに見てやってくださいね。そう、上手い人ってやっぱ何でも使えるよね、結構ね。もう割とシステム覚えちゃったら結構どのキャラもいけちゃう感じなの。あんま変わんない。俺も参考にしないとな、これ。違う。うん。やっぱやるよね。あれ最強じゃん。だってせいや、うん、あれホント最強。圭介スペシャル最強だよ。あれアベラこうやられる方が辛いですね。だよね。竜使ってみんな上手い人は Whoever speaks English I'm here so be free to ask every question。 勝てないですね。でもあれやってるとさすごい安定しないんだけど。いやもうそれ安定とか求めない方がいいよ、ね、あんまり。違う、うん、じゃんけんしてない。じゃんけん、安定してじゃんけん勝てばいい。俺それ多分リアル世界でじゃんけん弱いから。多分アベルやんない方がいいんだろうなそれ。うん、あ、なるほど。マイクがちょっと遠いって。こんぐらいですか。はい、結構近づけないと弱くなかったりするんで、はい、安定したら安定して負けるだけだろう。確かに。じゃあ、あ、そうチャレンジやる。オッケー。いいのかいいのか健造。大丈夫大丈夫。今日あれだよ、最後の日だよ。負けて帰るの。大丈夫大丈夫大丈夫。多分、うん、あ、え大丈夫大丈夫、うん、これ勝ったら4500超えるから、じゃあそこでじゃあ健造対ナルオで、まあ建造送別送別最後の5試合選手みたいな感じで。10戦はちょっと長いな。10戦は長いな。5戦だな。5戦、5先。あら、Of course アベルガイきちんだって。あ、そうなんですか。俺苦手。
ガイの飛び落とせなくないなんか。あ、落とせないですね。うん、おう、グッバイ。はい、あ、そう、確かに俺と鳴尾が対戦するとどうなるんだよ。俺竜そこそこ戦える方だと思うんだけど、あとでちょっと勝負を挑んでみるかな。一番勝率が高いキャラは DJ、うん、スペシュケツケスペシュ、えい、やべ、えい、やるな。やっぱちょっと俺よりそういうなんかじゃんけんが強いね。さあ、じゃあ、ここでとりあえず一旦ランクマ終了して、じゃあ健三対ナルオでよろしいですか。トイレ、あ、トイレ行ってくるって、先行っとけよ。ちょっとトイレ行ってくるって健三が、うん、まあ結構ナルオは、はい、普段配信とか来れる。ああ、そうですね、うん、ちょっと竜のランクマとか結構あんまり配信してる人少ないから。ああ、うん、それでしかも PP5000、6000クラスだと思うから。でもいいですか、うん、その皆さんはどうですか。皆さん、鳴尾くんをちょっと配信の仲間に加えようかなと思うんですけど、OK、 許可。あ、お便り見たい、 OK、 鳴尾が良ければぜひお願いしますって。あ、じゃあぜひ。おう、やってっか。かまいたちから始めよう。かまいたちはちょっとかまいたちはちょっとキャラが変わってしまうのでやめましょう。それはお便り、お便りでもね、あれだよ、なんか俺の煽りみたいなお便りが多かったんだよ。あ、じゃあちょっとコントローラーセッティングお願いします。あ、お願いします。あ、はい、はぁ、何こいつ、これ何これ。ちょっとまあ俺向けのお便りなんですけど、ペンネーム今井信者さん、ケイ、はい、ちゃんへ。僕今新17歳はこの度今井信者を引退しようと思います。その理由としては僕に彼女ができたからです。もちろん僕はまだケイちゃんを尊敬しています。ケイちゃんはどんなに辛い時も弱音を吐かずに頑張っていたね。そんなケイちゃんが好きでした。でも僕が一番大好きなのは僕の彼女なのです。これから格ゲーをすることや格ゲー配信を見ることが少なくなるかもしれません。でも僕は黒人さん、稲葉さん、神ちゃん、レンさん、マリオさんのことは忘れません。これからの人生で挫折することがあればケイちゃんを思い出して頑張りたいと思います。今までありがとうございました。彼女信者あらた彼女信者改め彼女信より。マジ
前死ねよもうお前何なんだよお前、もう俺に絡むなよお前お前俺にツイッター送ってくんなお前もう返信しないからあ、オッケー、さよならイマシン、あ、こっち楽しんじゃねえよこいつマジで、あ、あよかったね彼女ができて、バカが、はい、はい、続いて、弱いよ、はい、あ、じゃあもう始まっちゃいますね。 OK, ladies and gentlemen, Kenzo vs. Naru! はい、ladies and gentlemen! タイトル戻ったよタイトル画面戻ったやん。ちょっとカメラをちょっとね、もうちょっと調整しましょうかね。ああ、あるんだ自分の。はい、やばいよ。キャラクターは、うん、ハカン、ハカン、ハカン使えないよハカン、お、はい、あ、俺、はい、ツーピツーピ、あー、そう、あ、一応ちょっとナルオくんにお便りが、あ、はい、カオTVの皆さんこんばんは。ナルオさんの対空精度が素晴らしいので質問です。あ、いいよ。上を意識して対空を出しているのでしょうか、それとも勝手に体が反応して出しているのでしょうか。ナルオさんの対空はまるで梅原の対空みたいに何でも落とすので見ていて気持ちがいいですと。あー、ありがとう。いや、はい、慣れですね。慣れ、はい、あんまり意識はしてないと。そうですね、うん、もうなんかそのシチュエーションで、はい、飛んできたの見えたら勝手に手が動くみたいな。そうですね、あ、やっぱ Ladies and gentlemen, Naru vs. Kenzo! よっしゃー、はい、始まりました。I show some Kenzo magic。 やっぱ対空が出る人は意識してないんだな、あんまりな。慣れねえよって、まあ意識配分なんだろうな。まあとりあえずこの二人の対決を見ていきましょう。なるほど。対空を意識すると他がおろそかになっちゃうんで。おい、グッジョー、グッジョー。あまり意識しないようにしてると。そうですね、竜は特に全体見なきゃダメだと思うんで、キャラ的に。すごいよね、それちゃんと反応してその状況で使い分けてるんだもんね。全然バイバイ全然最後だよ今日、最後いけるの、鼻持たせるか。いいよ、もうフルボコにして帰らせるよ。はい、対空出ない。はい、画面端、大昇龍、さあ端に追い込むけど灼熱。おお、あ、待って、うわ、昇龍、わーっと、うまい。あっと、建造ミスって。え、ナブス、ナブス、そう、お互い、うわ、安い、お互い波動を出してるんだから、当たってるから、なるお、バイバイ、ちょっと待って、I just warm up、warm up、ウォームアップね。あ、ラグチェック、あ、これ今ラグチェック、ラグチェック、あ、いやー、オッケーオッケー、花も出せる感じ、アメリカ式、まあ最後だからね、うん、今ラグチェックだぞ。オッケー、ゼロゼロということで、さあしっかりガードして足払いめくりから、お、コンボミスる、中足がつながらない。お、中足エクサツマキでめくり、お、メスが出ない、ワンピーメスが出ない、鳴る音といえどもメスが出ない。画面端、画面端ね、
お、え、え、ない、おお、当たるの？全然ない。うん。何今の確定した今？確定しました。確定した。対対空でウルコン、ウルコン2。すごいよ。ドイツ式。確定しちゃった。うん、ドイツ式か今の。やばいよ。今何と思ったら確定なんだね。怖かったですね。投げて表昇竜灼熱画面端に追い込んでいく勝利源セビキャンして画面端中足 DX 竜巻勝利セビキャンやったーできる建造すごいやっぱりさっきのラグチェックだったおやばい死ぬぞやばいやばいやばいなるお建造鼻を持たせるのか竜巻旋風脚うわぁおなんで何えぇ、ドイツ式どうしたドイツ式 What is going on? マジか何今のさあえ待って今建造かなりのチャンスをね逃しましたねおっと食らってしまう着熱内足画面端おっ重なっていない内足裏裏おっ大胆な大胆な中断アドバイスアドバイスストリートファイターノージャンプ飛んじゃダメだよそうですねああ飛ぶゲームじゃねえからこれ変装覚えてそうナルオの前飛んだら全部落とされるからね大足いやさっきのラウンド落としたのもったいなかったな健造中足エクサス巻きユーリフレームでも画面走っと繋がらない大足しっかり差し込んでいくさあ飛んだら落とされるぞ飛んだら落とされるぞ投げが決まってうわっやっやー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 ケンゾースペックケンゾースペシャルケンゾーお得意の EX 竜巻めぐりケンゾーのあの EX 竜巻ウルコンでよく勝ってるとこ見る怪しいあの前中キックのスカイに確実に刺していくしゃがみ大パンダ勝利ダイヤシェイントから投げてさあしっかりチャンネルおっ怖いよ怖いよ飛んだら落とされるよ前中キックスカルと必ず刺される地上戦あおっとミスったおそこ勝利強引に割り込んでいくお出ためくり激殺巻きさあ勝利別さあ逃げた本当に強い差し返し半端ないね差し返しがそう健三前中キックちゃんと当たる位置出さないと刺されるからね、うん、はいちゃんと前中キックにねリスクを背負わせていく勝利拳画面端あっうわっ勝利勝利とぐらつぶしの戦巻きは潰される整備からあさあ安定コンボでしっかり決めていく think time. さあこれでラグチェックがあったから 2-0 ですね、うん、本当は 3-0 だけど okay, okay. 2-0さあそう前中キックはね刺されるかもしれないし背びられるかもしれないけど打っていかなくちゃいけないさあこの地上戦の波動のプレッシャーこの波動のプレッシャーに負けて飛ぶと絶対落とされるぞ
昇竜は裏に出ない。前中キック、さあ前中キック出すのも怖い。シワシャドウ灼熱、勝利落としていく。いや、安い、カリベツ安いよ、安くねえだろ、安い、安いよ、やばいよ、やばいよ、トイエクス竜巻はスカル昇竜裏に出てしまう。しゃがみ大番しっかり大空飛んだら絶対落とされる。おちょ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 、おっと波動が暴発、昇竜しっかり振り向き、昇竜今のでもちゃんとめく、ちゃんと振り向く、ノーチャンス、ノーチャンス、本当にノーチャンス、うん、大丈夫、諦めないで、まだあるよ、ケンゾー、ケンゾー諦めない、ネバーギブアップ、ネバーギブアップ、オッケー、ネバーギブアップ、さあ3-0です、 3-0、 はい、めくりめくり決まった、チュアシタズマキユーリフレーム、はい、勝利しっかりガード、いいよ、ケンゾいいよ、いいよ、いやー、はい、セビから、あ、安いよ、ある、I'm okay. あるI'm okay. あるよ、ワンチャンあるよ、特別スープカーク、oh, no. さあ相手にゲージを貯めさせるチャンスを作ってしまった、ゲンゾー、これは次のラウンド響いてくるぞ、これで勝っても、しかしナルオのことだから、あ、あ、こっからの逆転はさすがになかった見りゃ分かるっていうね。さあセビでシャドウ、うわ、しっかり前中キックが届かない位置をちゃんと維持してるんだね。セビもうちょっと溜めてれば、セビ2が入った、うわすごい、前中キックのね、ギリギリ届かない前を維持してんだよ。ああ、おお、何、うめえ、うめえ、うん、勝利、おお、しっかり画面端、うわー、絶対、なんで、絶対、なんでじゃねえよなんで、ケンゾ落ち着け、大丈夫大丈夫大丈夫、あるよ、ケンゾビクルビクル、熱くなっちゃダメだよ、ネバーギブアップですよ。シャドウ、あっあっあっ、釣られた、純詐欺釣られた、うわ、ケンゾ捨てゲーはいかん、おいしいぞ、おいしいぞ、おいしいぞ、いけるぞ、あ、あるあるある、いけるぞ、そこいいよ、あ、いいよ、ああ相手ゲージない、ゲージない、いける、いける、あ、頑張れ、もうちょいだ、おちょ、あ、いいよ、はい、読みは一回勝てばいける、ケンド飛ぶなよ、ケンド飛んだら終わるぞ飛ばないで頑張れ、怖いよ、通っちゃった通っちゃったチープ、ノージャンプですよ、ケンゾー、うん、飛ぶなっての I'm free I'm free 俺は自由だ、好きに飛ばせろ、そうだぞ、ゲームは楽しむことが大事だからな、飛びたい時に飛べばいい、そう、ノージャンプ、ノージャンプ、しょうがない、自由だもんだって、はい、半端ねえ、あ、そのフリじゃない、まあ多分同じようなことだよ、
おいおいそんなことやってる場合じゃないぞ。ナイス、俺でジャンノーライフ、ノーライフ、ジャンプは絶対落とされるな、これは。オッケーオッケーオッケー、飛ぶしかないんだよ、あの波動拳のプレッシャーで。ケンゾの気持ちは分かりますよ、これ。あ、間違えた。あ、フリーはザコって意味なんだ。自分がザコだと自虐したのか。え？はい、あ、間違えた。いいぞ、梅昇龍。あ、梅昇龍、これもう 4-0 だから、これあ、終わっ、ノーチャンス。さあ、ケンゾー、やばい、もう 6-0 まあ 5-0 5-0、 あ、そうだな、ラグチェックだな。あ、ラグチェック、うん、あ、オッケーオッケー、ワンモア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 、キャラクターチェック、ワンモア、ノー、セイム、セイム、まだやるの。まだやるって。あ、ま、現状最後だからね、今日。何マッチ？ラン3？ 5？ 5？ また 5？ また5？ まあ今6試合分ラグチェックだったね。もう一回やるってこと。まあ、今日ね、現状日本最後だからやらしてあげよう。うん、結局10試合選手になっちゃった。まあ、じゃあお便り読みますかね、うん、せっかく来てるんでね、お便りがね。うん、これこれ なんだろう、これこのお便りがね、ちょっとよくわかんない、これ。うん、はじめまして、いつか僕も皆さん、いやハローゲーでしたね、もともと。ナイスリアクション。あ、ケンゾがあった。オッケーオッケー、ケンゾが、ネバーギブアップ。ケンゾがルーザーズに落ちただけ、ルーザーズに落ちただけ。今これグランドファイナルでね、はじめまして、いつか僕も皆さんとお会いしてみたいなと思っていますっていう メールが何通か来てまして、電話番号が書いてある、携帯番号が書いてあるので、これ読めないですよね、うん、携帯番号書いてあるんだよ、これ090、うん、これは読めない。わかる、わかる。はい、次行きましょうか、じゃあ。まあちょっとね。はい、じゃあ、なあ、今井、いきなりだけど、お前もあんまり頑張りすぎるなよ。俺は今週すごいがっかりしたことがあるんだ。何のことかは言わないけど、俺はあの人にこの言葉を送りたいよ。お疲れ様。PS、クリスマスはデートがあるんですが、大晦日配信はないんですか？縦読みで、ナルを頑張れという。ナルを頑張れて縦読みでしたね。23歳 OL 金デブさんですね、はい、いつもいつも縦読みメールをありがとうございます、はい、23歳金デブさんね、はい、あ、はい、これいいメールじゃないでしょうか、はい、ペンネーム坂東英二さん、成尾さん、健三さん、今井、こんばんは、個人的にナルオさんは金デブ、ダシオさんに並ぶ複数のキャラを使いこなすプレイヤーだと思ってるんですが、このキャラは無理だと思ったキャラはいますか？使ったやつですか？もしいましたらそのキャラと理由を教えてくださいと。バイパーとか、え、無理、バイパー、ゲンっすね、
俺コマテク全然ないんで。ああ、はい、結構じゃあコマンドが忙しいキャラは。そうそうそう、になってると本当一ピーガでメス出ないんですよね。あ、確かにさっきも出てなかったね、はい、弾見てからメスとか無理なんですよ、ね、あ、そうなんだ、はい、結構真空波動コマンドが苦手、ね、出ないんですよね。ああ、そうなんだ、はい、やっぱ強いからって言ってコマンドが上手いと限らないということか。そうですね、うん、逆に言うとノーリオ、リュウダメだった、うん、折れた折れた、本当に強い、あ、ケンゾ折れたよ、あ、間違えた、ごめん、ケンゾ折れました、やばいよ、ケンゾ折れて、あの、リュウ禁止ということで、キャラクター、ハカン、あ、ノーマー使えないよ、ゴーケン、ちょっとだけ使える、オッケーオッケー、逆に言うと、コマンドがそんなに上手くなくても強くなれるということだね。そうですね、うん、やっぱり戦略をちゃんと考えて、そうですね、うん、やっぱりこうしたから相手こうしてくるからこうするみたいな、ちゃんとその読み合いをちゃんと極めていくと、そうですね、はい、そうすれば別にコマンドがそこまで上手くなくても強くなれるぞと、うん、まあ、コマンド上手いっていうのはそうだけど、まあ、ワンピー側がメツ出ないっていう人は、まあ、結構よく聞くね、対空も、まあ、確かにすごい反応早いと思うんだけど、それも意識配分でまた変わってくるんだろうね、うん、はい、ナルオのレバーの持ち方が知りたいと。僕はかぶせ持ちです。かぶせ持ち、ちょっとカメラを向けてみますね。何それ I play this ちょっとアップにしましょうかね。すごい、わかるかなこれで。ケンゾどう？ああ、大丈夫？こっちの方がいいでしょ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、いいです、いいですか、うん、いいです、いいです。なんかちょっとナルオあれだね、あの小指が特徴的だね。そうですかね、小指の位置が。そうなんですかね、小指がピーンってなってる小指勢ってなってるね。ああ、でも割とこのボタンのボタンを押すためのこの指の配置ですか、これは参考になるんじゃないですかね。うわ、すげえ。OKOK あんまボタンを押すとき親指は使わない感じか。そうっすね、うん、おちょっとじゃあこっちのカメラを一応こっち向けますかね。終わりましょう。よいしょ。ああ、ピアノ押しはあんましてない感じだね。ピアノ押
しいって。ボタンをなんか押すときに毎回2回押すみたいなパターン。ああ、しないですね。なんかスト2勢の人が結構そうだね。吉尾さんがこう言ってましたね、うん、昔からの人はそのピアノ押しでボタン1回押すたびに2回押すっていう押し方をするね。あ、そのなんかリバーサーが出やすいとかなんとか。そうそうそう、あの先行入力とかが確実に出やすいんだよね。なるほど。まあ、ちょっと今日開始が遅れたんで少し延長しております。2時20分今。うわお、やばい、やめて。あ、あれレーンいるよ。じゃあこのお便りで、みなす、ペンネームコンドムさん、皆さんこんばんは。家庭用でブレイブルー、EX が発売されますが、このタイトルを扱う予定はありますか？よければ初心者向けの講座などやっていただけると嬉しいですっていうことなんですけど、レンさんどうなんですか？ちょっとマイクがこっちに。はい、何でしたっけ、どのコメント。あ、ブレイブルー EX、このタイトルを扱う予定ありますかと。ですね、1回目の放送が、来週の12月17日、まあいろいろ被ってるんですけど、17日に、やります。時間は19時からやりますね。で、この日にもうゲストを呼んでおります。ガキめクソ野郎剣族勝ってる。発売日に、そうですね。やりますのでよろしくお願いします。でゲストが、ブレイブルー勢だったら分かるんですけども、定額扱いのアキラさんをゲストに呼んでおります。というわけで、まあ、ブレイブルー勢だとこのアキラさんっていうのはどんぐらいの人か結構分かると思うんですけども、アキラさんをゲストに呼んでおります。で、今後ブレイブルーの放送、火曜日以外のブレイブルーの放送を、結構トッププレイヤーを呼んでやりたいと思ってますので。やばいよ、はい、結構すごい手がの希望の星と言われるぐらいの人ですね。というわけで、発売日、12月17日の、19時からの予定でございます。よろしくお願いします。初心者講座は、火曜日の配信ですね、裏側の方でやろうと思ってますので、はい、そっちは多分マリオくんがやってくれる。あ、マリオくん火曜来れないのかな、もしかしたら休日とかそっちの方でやるかもしれないですけど、はい、その日はとりあえず17日アキラテイガーをお呼びしておりますのでよろしくお願いいたします。以上です、ありがとうございます。お、すげえ初めて、本当本当。はい、というわけでね、ブレイブルーも新しいバージョンが出て、ちょっといろいろやっていこうかなという感じですんで、ブレイブルー勢の皆さんは楽しみにしててください。チェンジチェンジ、何チェンジ。何っすね。はい、まあ、大体お便りはこんなところですかね。あーあ、あ、新龍拳。多分エイブゼロ。エイブ。キャラクターだ。レーンの人気が急上昇。オッケー。チョイス。でもレーンはね、カズノコも連れてきたし。ね、そのアキラさんも連れてくるし、意外とね、そのザンギエフマネージャーとしてのあれがあるかもしれないですね。ほんと使えないよこれ。
クリューできないもん。大丈夫。やばいっす、ね、10-0 でした。はい、俺も3試合選手ぐらいやっていいですかね、ちょっと。あ、全然。なるおくんと、はい、じゃあこのザンギーが終わったら、あーそう、オッケー、あ、ケンゾーともやるか、ナルオくんと3試合やって、じゃあケンゾーと底辺決定戦だ。ケンゾーには負けねえだろ、まだまだ。やばい、ね、右側出るよ。ケンゾーと五崎やれ。僕はじゃあナルオとは来週やるということで、じゃあケンゾー対俺五戦五崎。ケンゾー、ケンゾーボコるわ。うん、お、出た。おい、コマテクあるよ。来週来るって言ったのか、まあ無理やり連れてきます。来週、あれ来週はまだね、クリスマスとか関係ないから大丈夫だろう。あ、マジだ。あー、チェンジウルトラ、チェンジヘイ、You know jump。 はい、ケンゾー、あ、ケンゾー VS 俺で、じゃあナルオは、じゃあ来週やろう。はい、 OK、はい、だって来るよ、来週。ケースケー、ほんと最後だしね、やってやるよ。この野郎、やってやるよ。いいんですか、そんな。本当に？リベンジ、リベンジ。全然映ってない、全然映ってない。カメラ大丈夫？カメラね、はいはい、ナローさんがちょっとまだちょっと休憩ということで、ちょっと待って、はい、どうしました、カメラが、映ってるところが違くない、ああはいはいはい、そういうことか、ズームしちゃってる、はいはいはい、はい、もうなんだかんだ言って、ナローさんもね、2時間ぐらいぶっ通しで対戦してたんで、うん、いや急に呼んだのにありがとうね、うん、よっしゃ、アブ、まあね、うん、でも今は大丈夫、日本で最後の戦いだからね、これね、うん、はい、いくぞ、わあ、ケンゾーバーサス総主犯 KSK、 大丈夫、五先、五先、五先で、五先でトラウマにしてやるよ、はい、うん、さあ最初取ったのはケンゾーの剣、はい、で駒投げが通り置き攻めを、あ、間違えた、さあ体力はイーブンぐらい、はいはい、さあ駒投げが決まって大き攻めをしていくケースケ、大き攻めが通り、また大き攻め、おっ、ちょっとコマンドミスして、あ、さあこっから対空は出る、はい、こっちも対空、あ、あ、じゃあ、あ、だ、はい、ずーずーしい、
あ、佐藤だ佐藤だ、ずうずうしい。いやー弱えな、置き攻め関係ないね相手の、うん、そんなんじゃ勝てねえぞ健三俺には。やるだけか。さあちゃんしっかり半角入れて、はい、でもやっぱり関係ない。ノーリスペクノーリスペク、なるほど昇竜拳、はい、ノーリスペクト本当にノーリスペクト。おいおいどうしたお前、おい俺どうしたほら、おいどうした、おい俺どうしたほら、どうしたほらほら、あノーリスペクト、あああ、さあ置き攻めで、はいバカ、置き攻め強気、ああさあ反応いいよこの人で、止まってると、あ、あ、お、あ、あ、怖い、怖い、怖い、ノーリスペクト、本当にノーリスペクト、うわあ、はい、決まった、大丈夫大丈夫、差し合い差し合い、はい、1-0、ちゃんとカウンター確認してるからね。そこはうまい、ああいうとこさすがですよねやっぱね、うん、本当に反応いいと思いますケスケさんは、はい、さあ投げ返して、はい、あべべべ、おほほ、はい、ジャンプ大パンチ置いてある、表表そしてこれは表ここはしっかりガードして投げ、逃げて、さあ体力もゲージもお互いいい感じ、やばいやばい、さあここはちょっとああコンボミスしてしてもいい、おいこちらもコンボミス、出なかった出なかった、おいわーい怖い、助かったのは建造の方でしたね。そう、ワンピーガーが13連勝ってなってるね。なるほど。ひどいですね。いいジャンプ。あ、真実式。真実式。ノーレスペック。おお、勢いが。ノーレスペック。勢い。勢いがすごい。てめえ。てめえ、ノーリスペクト、昇竜、あぁやばい、まあまあちょっと微妙、もう厳しいかな、こっからマジか、こっからまさか、まああ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 あコンボミス、これでワンワンですね、そうだよね、うん、しゃがみしゅノーリスペクト、おかしいぞ、いやいいアドバイスを送る弟子、やろう、やるじゃん、やばいやばい、お互い勢いがつくと止まらないプレイヤーって感じなんでね、うわーもう、あっ、あしゃがみくらいを確認できなかった、あまずい、あーだポップジャンプ、ケイスケさんの一番苦手なジャンプ、ノーリスペクジャンプしてるだけでかなりの対策になる、やばい落とせないレッツドゥイット、アベラ体育むずいんだ、さあちょっとペースは健三に流れている感じ、うわだがやっぱりずうずうしいここも投げ、はい、逆勝率しっかり出る健三、さあセットプレー表、はい、あたたたた、コマ投げはミスったがなんとか助かって、はいはい、うめうめうめ、さあ1-1、ああああ、
さあゲージがかなりケイスケさんの方余っている。ケンゾはどうにかこのゲージを無駄に吐かせたいところだが、さあ画面端いやーばかりコンボして、ピオリチも高いし死にかけたし、だがまだある。上見て、はい、すげえ1秒先読んでいた。上っていう前からもうすでに飛んでいたさすがの、これがぶっといたのよ。さすがのプレイヤー性能、さあ2-1ですね。暴れよ暴れだぞ。さあこのセットプレイが結構きついです。うん、しっかりコンボつないで、あべべべべ、まだギリギリ生き残っているが、ああ対空、相打ちになって、対空が相打ちになってしまい、これ新しいバージョンだとこれ結構対空強いね、うん、お、なるほど、しっかりしている。おーやべえ、いいよおーいいよ、ケンゾ、あ、中の方がダメージが高い、え、へえ、いいよいいよいいよ、食らっとるやん、お前やる。さあケイスケ対策しっかり出ている。はい、うわ、さあ今のヘイヘイヘイ、今の2連かコパンはなんかセットプレイのタイミング測ってるんですか。タイミング測ってる。なるほどなるほど、いやあるじゃん、なんかケイスケさんのことなんで結構適当かなっていうそっち系かなと思ったんですけど、はいはい、さすがですね、はい、あ、コパンじゃん、中パン、さあ中昇竜やるじゃん。駒投げがだんだん決まらなくなってきて、ケイスケさんのペースが、うわお、だがここでやはり駒投げで流れを変えていくケイスケ。元は食らわんか。あ、しっかり対策。2-2ですね。ああチャレンジ。5先なんで、まだ5先ですね。さあ投げをすると通らなかった場合、はい、きついお仕置きが待っているが、しっかりコンボしっかりしていて、あ、昇竜読んでいた、はい、さあここでケイスケ、まあ結局あそこでコンボ投げを通し無理やりセット取っていく、はい、ずうずうしい、本当にちゃんと拍を継続するっていうのは大事だ。コンボヒットしてようか、はい、関係ないですもん、あれ関係ないですよね。はいはい、投げ、投げ、さあこれは、あ、表はガードするな、これ表はガード、表は勝利剣、体力イーブン、おいしいよ、うわ、はい、ちょっとミスってしまうよ、うん、さあここで通ったら、通ったのはケイスケの方だったか、あ、やっちた、結局、いや、それさっきも言いましたね、それさっきも言いましたね、そうだな、うん、ケンゾーがしっかりジャン垂直ジャンプでね飛んで半角を取っていって、さあ、1-1、あ、思て、最初に取ったのはケンゾーだが、しかし広い、ケンゾーの流れはまだ止まらない、あ、見えない、やばい、さあ止まらない、このまま決まってしまう、このまま、今のはな、え、うい乗ってしまい、お、やばい、あ、よし、やばいやばいやばい、イケイケの剣ゾ止まらず、ここで、ね、3-2 2 more トラウマを植え付けなくちゃいけないんだけどもう日本二度と来たくなくなるよ、はい、
さあ、はい、やると思った駒投げ。さあこっから駒投げ。やばい。さあこっから、あ、やっぱり駒投げだったが今駒投げのコマンドしていたがシャガパンが早い。相手のシャガパンにつぶらされてしまい、しゃがみ中パンが出る。さあ結構まぐってきて、おー、あ、なんてか悪い、完全に運。おー、やばいやばいやばい、完全に運が悪い。運がすげえ。さあ賢三止まらず、運がおかしい、はい、お、今の差し込みはなかなか、このシャガパン早いんだよこれよっしゃ、この野郎。さあこのめくり野郎あ、表野郎、この野郎さあこのなんとかやろうって言ってる時結構本気のケイスケさんですからね皆さん、結構マジな時ですよこれマジで文句言ってる時ですからね、 これお前さちょっとこれマジで文句言ってる時ですからねあしゃがみ大パンチさあリーチをかけた健三、え、2-4? やばいやばいやばいこんなやつに負けるわけない。気持ちよくヨーロッパに送り返すのか、ソーシャンケイスケ。おい、マジこういう剣がさ、怖いてめえノーリスペクトノーリスペクト。ケンゾーも楽しんでるぞ、ちょっこの野郎。ここで健三はなんとか、なんとかワンチャンスを作って逃げるしかない。まだあるぞ。おー、中パン、立ち中パンが置いてあった。はい、だがここでついにセット取り返したケイスケ。よし、さあゲージ有利のまんま大勝利、このセット第2セット。おいさあノリノリ、うわっ、ね、今の駒投げをやりますね。ガードするなこいつおお、立ち中パン、ノーリスペクト。おい、あ、出ない、ミスってよし。さあゲージ有利だが、よし、やばい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 、このセット取られて健三はリーチ。ワンラスト、ワンラスト。さあ先に前に出たのはソーシャンケイスケ。ようガードするなこいつ。さあどんどん前にプレッシャーをかけて、でね、でね、ただ今の健三はそのプレッシャーをものともしない。この野郎関係ないゲージありだし関係ない。うわあ、なんで。さあそこで気持ちよく許さねえぞ、帰れるのか健三。あーあーい、だがそれを許さないソーシャン。もう分かったこいつ、あ、分かった、昇竜だこいつ、フォーフリー、あ、昇竜だわこいつ、昇竜バカ、昇竜バカ、ユーッだ、昇竜バカ、昇竜バカだこれ。ほら昇竜バカ、昇ほら昇竜バカ、昇竜バカ。 あこう話していたらコンボミスっていた、だがついに掃除班が健三を克服したか。暴れ野郎、昇竜バカで暴れ野郎、最低最低。あ、あ、うわぁ、はい、バカ、はい、バカ、はい、バカ、あぁ、いけ、あぁ、流れで投げで無理やり流れ戻す、こいつ表ガードしやがる。これは置き攻め、はい、いや、置き攻め選択、駒投げ、すげえ来たよこれ。アローさんからもケイスケは読み合いがうまいと
やばいですね、はい、その言葉あさあここはコンボしっかり、すげえ昇竜拳グラつぶしで、はい、ゲージないよ。ただケイスケさんはグラップしてなかったそうしてないんですよ関係ないんですよ、はい、またケイスケさんの場合来たよ。フォーフォーね。フォーフォー。フォーフォー。さあ、これで勝った方が気持ちよく勝った方が。勝った方がソーシャン。ソーシャン。はい。そうですね。あ、あべ。あ、こいつ。はい。駒投げ通していく。あ、出ね。さあ見た、あ、投げで暴れ、お前こちらは昇竜で、昇竜と投げの対決ですね、これはね。まあだいぶ嫌われるタクのお互いがお互いにうんこの投げ合いなるほど、うんこの投げ合いですねこの試合さあ、あ、お互い最後、最後だからか、ちょっと重みつの目立つが、あ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 ーあー、やべえ、あーあああドライグッバイケンゾー、グッバイグッバイケンゾー、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 これがお前の日本での最後だありがとう、ケンゾー。ありがとう。いやいや、よかったよ、ケンゾー。いやというわけでね。じゃあ、ちょっとマイクは交換しますね。はい。よし。いやあ、じゃあマイク使えるよ、これ。はい。はい、ね、お疲れ様でした、ケンゾー。まあ最後までね、俺には勝てなかったね、うん、最後まで俺には勝てなかった、しょうがないケースケ、弱い、本当に弱い、何言ってんのかよAlways grab, grab, grab 弱い、he's weak 昇竜バカがこのクソ昇竜バカ、 No, no, show you can normal でも you grab, 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 grab 弱い、ローリスク、ローリスク、 One more chance, one more, one more, no, 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 come on,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  no chanceFinish. One more. Finished. One more. One more. Goodbye. Goodbye, Kenzo. You're right. Thank you, Kenzo. さあもう。やばいよ。勝負はもうありません。あなただ、あなたには。はい。No chance. No chance ですよ、もうあなたは。はい。ねえ。One more.One more. If you are man, man, you man, you man. Ah, one more. Okay. 今 But no stream. No stream. No, 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 no. No, no stream. Come on. No man. You finished. No, no, no. One more. One more. One more. If he's a man. ダメもう。Man. Kisuke, girl. Girl. 配信外で。もうね。あ、だしょうがない、ありがとう、ありがとう、センキュー、でも、ワンモアワンラスト、ラスト、もうダメや今日はラストファンズ、What do you say? ワンモア or not? huh? Yes, 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 yes わかる、じゃあ、ワンモアね、はい、ワンマッチ、ワン、ノノノノノ、ファイフマッチ、ノノ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 ノワンマッチ、フリー、ノー、じゃあもう最後だよ、もう本当に、
あ、わがままな建造。あ、これどっちこれ、これこれこれ、はい、よっしゃ、ワンマッチね。いやちょっとトイレ行きたい。はい、ラストチャンス、泣きの一戦、これ最後だね、ケンゾ、ラストね、ラストラスト、はい、もう分かっちゃったもんだって。さあ勝利系、勝利バカでしょ、だからはい、小腹系、隙間作っちゃダメよ、小腹投げ、はい、これ2回目ね、表ガードするな。さあケンゾ喋らない、ケンゾ全然喋らないぞ。ケンゾ喋って、なんか、はい、アオウェイトークトーク、うん、イッツストリーミング、いや、アオウェイストリーミングよ。アオウ昇竜拳対空、さあ触った方が勝つか、このセットいや、怖いよさあ、プレッシャー KSK のプレッシャーが来るよ、前に出ちゃダメだから、そこは危ない、危ない、ケンゾ切れてんぞ、これきっと大丈夫か、ほら、バックステ狩りしちゃうから俺、はい、やばいよアウェイセイム、はい、いいよ、ケンゾ。いつも一緒って言った今。毎回同じワンパどうしてどうしてお願いします。オッケーオッケー、ああ僕は弱い。あー、そうそうそう、オッケー、終わりました、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。そしてね、この何ヶ月間か、センキュー、センキュー、健三、ありがとうございます。でも、うん、He's always same, same, same. でも、He's strong, strong、ね、でも、next time, next time, I win. Oh, okay. Next time. はい、はい、I'm waiting. So, でも、なる、ケスケ、Go, go. next, 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 next week. Next week. はい、next week. でも、ありがとうございます。はい、I go back to Germany.うん、本当にありがとう、はい、はい、じゃあケンゾ、ケンゾまたね、はい、またね、はい、また、はい、ありがとう、はい、ありがとう、グッバイケンゾー、おー、グッバイ、でも、グッバイケンスケネクスタイム、適当じゃねえか、はい、ありがとうはい、センキュー、はい、はい、じゃあ今日は、とっさで呼び出してごめんなさい、なるおくん今日はありがとう。じゃあまた来週以降もちょっとなるおくんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。来週以降っていうか、まあ、また、いつ呼び出すか分かんないけど、ただ配信しようと思ったら30分前ぐらいに呼び出すんで、はい、よろしくお願いしますということで、はい、皆さんもね、ちょっとなるおくん今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、お疲れ様でした。そんな感じでちょっとだいたい3時間かな、これで。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。